今日の本題は人に取り入ったりおもねったりすることができる人は実は謙虚な人という内容でお届けいたします。今日のこのテーマを話をしようと思ったき きっかけになっているのはですね。まあ、あの僕の会社がオープンした焼肉マフィアですね。去年の10月1日にオープンしたんですけど、もいわ10ヶ月ぐらいですかね。経ちましたけれども、まあ、このお店が初めて、たくさんのスタッフと一緒にチーム戦でやるビジネスだったんですね。まあ、そこまでは僕のビジネスっていうのはまあ、いわゆる。話し方の学校だったりとか、落読スクールだったりとか比較的少人数ね。 講演会なんて極端に言えば僕一人で、えー、行って喋ってくればいいわけですから、そんなに大人数のチームでやるビジネスなかったんですよ。 あとは、ま、出版もやってますけど、出版チームもね、ま、そろそろ大きくなってきそうですけど、そんなに大人数じゃなくても本は作れるので、なので、ま、社員で言うと5人ぐらいのチームでやっていたのですが、ま、いわゆるインフルエンサーだけじゃなくって、そこからビジネスをね、横展開に拡大していって、ま、コロナ中に新規事業26個立ち上げると言って、実際それぐらい立ち上がって、ま、40個立ち上げるって26個ぐらいで止まっちゃったんですけど、ま、その中でも一番人、 人数が多いって意味では大きなチャレンジだったのが焼肉マフィアだったんですよ。まあ、ここは社員とアルバイトさんを含めると15名を超える、えー、所帯なので。なので、まあ、人材育成がむちゃくちゃ重要。まあ、これはね、あの、飲食業をやってる方とか、まあ、そうだな、美容業をやってる、美容室なんかやってる方とか、まあ、施術とかそういうのをやってる方ならわかると思いますけど、店舗ビジネス。 もうこれもね、店舗ビジネス全てと言いましょう。人ですね。人で決まるので、人材育成のレベルで、お客様の店舗体験のレベルが決まって、当然売り上げと利益に出ますから、まあ人材育成すごく重要で。で、焼肉マフィアの場合は、まあこれは、 いい面と悪い面があるんですけど、まあ、いいことだと、ありがたいことだと思うんですけど、僕のことを知ってる人が、あの、すぐにご来店していただいたので、オープンして3ヶ月もね、ありえないぐらい売れたんですよ。面積30坪で、30席しかないお店で、毎月2000万以上売ったので、まあ、とてつもない、まあ、いい数字だったんですよね。売り上げもそうだけど、利益もとんでもなく出ますからね。 チップも本当にたくさんいただいて、まあ毎月300万から700万ぐらいいただいてたので、他のお店がまだコロナ中だったので、月間300万売るのが大変っていう時に僕たちはそれ以上のチップをいただいてたので、それはそれは素晴らしいスタートだったんですけど、まあそんな時にですね、待てよと、鴨頭ゆう人今週に6回お店に立ってるなと。 で鴨頭の人が週に6回お店に立ってやるっていうのはこれ持続可能じゃないんですよ。当たり前ですけど東京鴨頭ランドっていうのは僕がねいい情報をまき散らすっていうのがメインでやっていて。チップ っってていう、まあ、これはは本当に僕に僕とっては重要で日本にチップをこう広げていくっていう活動は重要なんだけれども、会社としてはチップでは会社は成り立たないんですよね。いくら2000万売っても、まあ年賞10億近く売ってる会社なので、それごくごく一部の話で、そのままいたって2億ですからね。まあ実際はこの後売上下げに行くんですけど。 <laughs> まあ実際これあのキングコングの西野亮廣さんの西野コンサルを受けた時にもはっきり言われてまあそうだなって僕もともと思ってたけど深く刺さったんですけど焼肉マフィアを今後どうしていけば人が育ってね本当にまあ鴨頭嘉人の影響だけじゃなく売れるお店になるかっていうのを相談した時にズバリ言われたのが売上を落としなさいで僕はもうその時にやっぱりそうだよなとそれしかないよなと下げるの怖いんですよ 評判もあるしね。だけど、その道、そのプロセスを通らないと、このお店は本当に、まあ今のスタッフのお店にならないなと思ったので、はいと素直に受けて、えー、4ヶ月目からお店に立つのをやめたんですよね。で、僕は正直言うとね、5割から6割は売り上げ下がるよなっていうのは覚悟してたんですけど、7割下がったんですよ。 <laughs> まあこれはいい面と悪い面ありますよね。まあそれぐらいしか売る力がなかったっていうお店の立地の面とかね、そういうのもあったと思いますけど、まあ僕のことを応援してくれてる人がそんなにたくさん来てくれていた。まあ99%ぐらい僕のことを知ってる人だったのでね。で焼肉マフィアっていう、まあ、ブランドの認知ってもうほぼほぼ まあゼロまでは言い過ぎだけど、ほぼないってことですよね。焼肉マフィアでは人を呼べてないっていう。鴨頭吉人だけで呼んでいた。だからそれぐらい売り上げ下がったんだなっていう。まあこれは現実です。でも、こっからだなっていうのはもう決めて行っていたし、想定内です。こっからどれだけ人が成長して、一度でも来店されたお客様が、また来たい。また帰ってきたいというようなお店を作れるか。 ここが勝負だというところで、坂井本拓也店長を中心に人材育成がスタートしたのが4ヶ月目からです。まあそこで行っている取り組みはものすごくたくさんあるので、これはね、どこかのタイミングで、まあセミナーなり、もしかしたらプレミアムリスナーの方で、しっかりまとめてから喋ろうかなとも思ってるんですけど、でも売り上げが上がってからがいいんじゃないかなと思ってますが、まあ知ってる、もしかしたら皆さんに伝わっているところで言うと、朝礼。 えー、コンテストでね、日本一を目指して取り組んだりとか、えー、それから、えっ、ー、と、中亀あやさんっていう方のね、研修に入っていただいて、これももう継続的に毎月やっていただいていたりとか、まあ、あとは、ちょっとこれはあんまり外で言いづらいんですけど、お客様にリピートしていただくための具体的なアクションっていうのもやっています。まあ、そんなアクションの中の一つに、 学べるお隣争奪戦というアクションがあります。これ何かっていうと、やっぱりお客様の立場に立ってお店で食事をしながら学ぶのが一番客観的に自分たちの状態見れるよねと。中で働いてると見えない景色がやっぱり客席側からだと見えるんですよね。だけど、解像度が低い状態でただ食事をしても美味しいで終わっちゃうので、え、これ、鴨頭ガ人や、うちの役員のね、 ちょっと楽、高いレベルのメンバーと一緒にお食事ができるというスレッドがあるんですよ。Facebook のページのね。Facebook メッセンジャーの。で、僕がこの日食事するよって言うと、あ、お隣ゲットとか言って、ステージパフォーマーが僕の隣で食事をすることができる。そうするとめちゃくちゃ勉強になるよねっていうのをやってるんですよ。 でね、そのお隣争奪戦で、隣ゲットっていうメンバー、やっぱりね、決まったメンバーなんですよ。全員は来ない。もう絶対に食いついてくるメンバーで言うと、まあ目立ってるので言うと、女子大生、マイマイですね。 彼女は確実に僕が食事するっていうとゲットしてきます。もしかしたら他の予定があっても変更してる日もあるかもしんないぐらい。だって結構忙しいですかね、彼女。しっかり学校行ってるんで。まあもちろん店長だったりとか、寺とかミウも申し込んできます、役員メンバーは。それ以外で言うと、まあ、ボニカとアサミ。まあだから、ちょっと役員メンバーを除けば、マイマイとボニカとアサミは確実にお店に入ってなければゲットしに来るんですよ。休みの日に食事しに来るってことです。 つまり、鴨頭良し人に取り入ってるんです。おもねってるんですよ。<laughs> まあ、おもねるっていうのは、機嫌をとって、その人に気に入られるようにすることなんですけどね。で、これができてる人の特徴って、実は謙虚な人なんじゃないかなって。つまり、自分だけでね、お店を回せてるとか、自分は十分にやれてるとか、自分は、 えー、もうすでに成長できてるって思ってる人わざわざ休みの日にカモさんの隣でお食事したいですって言いませんよね自分はまだまだだと思ってるんですよだから人に取り入るんですよトップに取り入るんですよカモ頭におもねるんですよカモさんから学ばさせてくださいって言葉も行動も伴ってるってことだと思います なので、まあ、このことを客観的な言葉にすると、人に取り入ったり、おもねったりすることができる人は、実は謙虚な人なんじゃないかなっていうふうに思っています。えー、なので、僕自身もですね、えっ、ー、と、自分よりもレベルの高い人がいたら、その人から離れないに食いついていくっていうのはね、これからもやり続けようと思ってます。 えー、小坂雄二さんだったりとか、朝倉千恵子先生だったりとか、大島啓介さんだったりとか、まあ、キンコン君の西野明さんや、堀江貴文さん、もうもう全然僕より上すごい人いっぱいいるんですよ。勝友美さんだったりとかね、いっぱいいます。うん、絵本デーズの田中さんだったりとか、もう言ったらキリがないぐらいいます。そういう人たちに素直に取り入ってでも自己成長できるような、そんな人間でいたいなっていうふうに思います。まるで、 子供がパパママーって言って取り入りながらぐいぐい成長していくようにこれからも成長しようと思いました。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。